まあここの場合はここからすぐそっち側もウィード完全に抜けてて、一番やっぱ水がよく通るところで、水がよく通るところの際なんで、まあしっかりとこう流れる場所流れない場所の境目がはっきりできるんで、その何て言うのかな、変化がはっきりしてる。あとはこっちに行くと千人門のフラットがあるんで、その使い分けがしやすい、はっきりとしてるから、その今は こっちがカナダモが食うで千人モが食うっていう時の見極めが早くできるっていうのもあるんで。刺身クランクディープ、はい、で今だとブルーギルがメインだから、でブルーギルがまだ魚探で見てると分かるんですけど、そんなに浮くことがないというか、浮いてる層がそんなに上じゃないんで、クランクベイトもウィードにコンタクトした瞬間だったりとか、中層を巻いて食うっていう感じじゃないですね。中層を巻いてこう中層までうってこう出てくる感じじゃなくて、ウィードにコンタクトしてから食うっていう。ディープクランク来ましたよ。よし、クランクディープ。また外した瞬間でしたね今。水深が4メーターぐらいのエリアで、ウィードのトップがどうだろう、水深の3メーターぐらいですかね、カナダモのこう塊が何箇所もこうある感じで、そのカナダモに刺身クランクのディープを当てて、だいたいウィードに当ててほぐした後に食ってることが多いですね。いいんじゃない？おっしゃしゃ。よいしょ。また来ました。刺身ディープ。刺身クランクのディープなんですけど、まず一番の特徴は刺身クランクシリーズ全部そうなんですけど、アクションが結構強めなんですよね。で強いアクションなんで、こういう濁ってる時とかも魚を寄せる力がある。あとウィードエリアで使ってると、ウィードスタック、例えば今ここカナダモが生えてるエリアでやってるんですけど、ウィードがスタックしてから止めて浮かせる時に浮力が高いんで、止めて浮かせて回避させやすいっていうのがあるんで、
ウィードに当ててから食わせる食わせ方が結構やりやすいのありますね。なんで特にカナダマエリアはすごく使いやすいですね。くったー、来ましたよ。また刺身フィッシュ、刺身フィッシュですわ。よいしょ、刺身クランクディープ絶好調浮力が高いおかげで、あのカナダモに当たった後に軽くラインスラック出してあげると簡単に外れてくれるんで、より丁寧に食わせられる、丁寧に食わせられる、まあ丁寧にカナダモを舐めてこれるんで、結構モカリされちゃってるからカナダモのエリアが狭くなってるんで、カナダモのいい場所ってやっぱ少なくなっちゃってるんですよね。高さがあって密度のあるカナダモのスポットっていうのは、そうするとその少ないところから魚をやっぱ引きずり出してあげないといけないんで、丁寧に食わせられるクランクベイトの方がより一箇所から何本も引きずり出してこれるんで、来た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 、またいいサイズですよ刺身クランク最高最高よいしょ、ウィード外れた瞬間でした今。これいいんじゃないです。いいサイズだ。刺身できた。頼むよ。頼むよ。出るのよ。じゃあ食ってくれた。ウィード外した瞬間に食ってくれました。